ファンネルがお送りするクラッシュバンディクー4とんでもマルチバース、続きをやっていきます。では今回ね、この荒波チャプチャプ1717年ですか、海賊船発見やっていきたいと思います。ここは3ステージかな、全部でこのエリアね。 OK、 じゃあステージをプレイ。さあ本当に3ステージで終わるならいいけどななんかさ、このステージでもしかしたらタウナーが出てくるのかな、なんかそんな気がしないかい。気のせいならば気のせいでそのまま進めちゃいますが、私の予想は当たってると思うが、おっと外れてるっぽいですねではでは、危ねえ、落ちる。やっていきましょう。普通に進んでいいんだな。なんか変な敵いそうだな、あいつら。あれ倒せんのかな。あーダメだ、なんか剣めっちゃ振ってる。気をつけていって、箱ねえよな。よいしょ、 TNT 取って、 TNT、 あいつは倒せんのか。あー怖い、ニトロ、ニトロの箱壊れかけてね、あれ。まあ壊れかけてようがいまいが、怖いなあいつら。ちょっと待ってね、よいしょ。で火入ってるから、よいしょ、ちょっと避けて、上になんかあんのかな。と、あ、なんかあった、やってやー。でこっちは普通に壊していいんだな、ないよねさすがに。 OK、 じゃあ突破していきます。ネズミがいんな、あのネズミなんだ、なんか今走ってたよねネズミ。ニトロちゃんがありまして、ジャンプアタック、待ってね、これ上になんかあるかな。と、あ、何もなかったパターン。よし、じゃあ倒せないよねこいつら。よし、あれだダメだ普通に果敢にアタックしたが、いやチェックポイントなかったな。最初に戻されるのはきついぞ。まあただ進むだけだからな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ私が注意しなきゃいけないのは火出る箱だな。こいつはだから、でもこいつは倒せんだよね。よし、とりあえず気をつけて、もうニトロ触ったら一発ですからね。よっ、よいしょ。で上に、危な危な待って、変な色気出さない方がいいね。よいしょ、た、これでドン。今ギリギリだったけどね。あいつ戻ってきたタイミングの方がいいな、怖いな。いけるか、てい、よいしょ。でここは特になんかやる必要もないと。でこれはもう無理だから倒せないんだよね、これどうなんだろう。ブンブンやってるけど、よいしょ、とりあえずアクアク出して、よいしょ、やっとチェックポイント。で先に進みますが、怖っ。よいしょ、 TNT、 よいしょ、吹っ飛ばないかな TNT で。さすがに吹っ飛ばないか。チャオチャオ、上に箱がなければドンドン。あー、ここもビデオテープだけど、クリスタルかなんかないとダメなんだな。173個もあんのか箱。ここロープ、お、このパターン、下にあるパターンもあるね。待ってね、下がって上がってスピンして壊す、スピンして壊す、飛び移る。わー取れなかった、おっと、まいったな。で下がる、上がる、右、何これ、上がる、ジャンプ、ジャンプ、下がって上がる、危ねえ、お、下がる、1回目じゃ無理これよいしょ、上がる、
下がって上がって、ジャンプして終わり。何こいつら、なんだ砲弾飛んできたかな。では進んでいきたいと思いますが、なんだあいつ、ちょめっちゃ速くね。よいしょ、なんかお尻破けてたね、パンツが見えてました。よいしょ。いやー、箱前後足は超無理だな。やり込み要素だからね。まあ一応なんかところどころに宝箱みたいなのとか結構いっぱいあるね。早いんだよね、動きが、動きが速くて。ここもやべえな、でも速度が。よいしょ、あ落ちんのか。よいしょ、こっち側は何の意味があるんだろうな。待ってね、よいしょ、踏んで、よいしょ、これはタイミング合わせないとやばいやつだな。この辺で行って、ショートカットっつうわけなのか。隣にはしごっていうかなかったかな、箱。大丈夫だよね。あやべ、やっちまった。よし、なんか壊れた。あー、下のやつはこれ動くな、この箱。危ない、チェックポイントで一応ボーナスステージいきましょう。いや、ここも難しそうだ。ニトロがあるな、あれどうすんのこれ。え、これむずくねえか。ふん、これ壊すでしょ。待ってね、えごめん、私じゃ無理だあれは。でこれは箱だけど、あ壊して大丈夫なんだ。一回上を叩いて、ちょっと怖いから離れて。えでも無理だよな、ボディープレスでやるでしょ。横に飛んでこうか。で飛んで、ここは無理でしょ。またニトロで1,2,3,4,5 とうとう。あーで戻ってもいいけど、戻ったらこっち飛んでこれねえな。あー厳しいな、あの箱は壊せない。まあ無理しないでいきましょう、1回目なんで。よし、破壊して飛んで、時間制限ねえから大丈夫かな。よいしょ、危ねえ。ゴールはあの扉のとこだろうな。これはなんだ、見づらいぞ。右になんかあったけど、お宝箱、あダイヤ、秘密のダイヤ、こんな風にしてあるんだ。てい、火が出てる、上には何にもない。よしで、こいつを叩いて出た中に、危ねえ。カニはいいんだけど、これは普通に乗るだけでいいんだから、いけるな。よし、ちょっと右側なんかあるっぽいんだけど、怖いからいけないまだチェックポイントを壊してないんで、むやみに移動できねえんだよな。よっ、てい、危ねえちょ待って待って待って、危ねえ、あっと赤く使っちゃった。まあ、赤く3つも使えねえからな。これで扉が開いて、でこれは踏んだ方がいいよね。よいしょ、ゴールだと思ったらゴールじゃなかったんだよね。あの一番奥がゴールだな、でっかい箱見えるから。よいしょ、アクアクがいるからなんとかなりそうなもんだけど、ちょっと待って、危ねえ。ふん、あしまった、届かなかった。ちょっと横にずれすぎたな。今はもう赤くいないよ、こいつはまずいね。これは真ん中壊すと全部壊れんだろう。うん大丈夫だな。いや要注意ポイントだな、ここは。いいとして、ちょっと端っこ逃げといて、ふっ
ふっふっ、ビビることはなかったんだね。よいしょ。でニトロ破壊。ここ箱ありすぎじゃね。上には何もない。ボディプレス OK。 じゃあ行きましょう。すっごい金貨あるけど、これはどっかのお金に換えられんだよね多分。まあ、クラッシュは興味示してないけど、続けまーす。さあ、じゃあ一つ目クリアですね。いやー、ここもなかなか難しかったけど、最後がボス戦になるのかな。ここ普通のステージになってんのかちょっとわかんないけどね。まあとりあえずは2つ目なんで、ここに変えてフックとロープでゴー行ってみたいと思います。おっと、なんか捕まったよ。あ、出てきた。わー、かっこいいやっぱりタウナだったよねあれ。まあこれはプロモーションビデオで見たやつですね。今じゃあ捕まってる状態かい、クラッシュとココア。でタウナに助けてもらう。兄弟仲良く捕まってますけど。わあ、海賊船がいっぱいあるんだ。すぐ行くから待ってて。かっこいいなあ。あ、タウナのターン。特殊アクションあるんかな。キックだね。キック、ボディープレスは。あ、すごい、叩きつけだ。でハイジャンプっていうか、あ、しゃがみはねえのか。とりあえず待ってよ、なんかあっち側にあるが。ていてい。でこれは壊せんだろ。よし。で TNT、 あ、フックショットってあるね。あ、すげえ。あれ、ということはあっちもフックショット。あ、行ったな。フックショットで敵をダウンさせて、これちょっと便利すぎません。んーと、じゃあこれ待って、フックショット。あ、この箱は壊せねえのか。壊せるな、ちゃんとルートさえ合ってれば。よし、 OK。 これ気をつけないとな。ボディープレスはいいんだけど、あっち側を壊してえな。よいしょ。てい。フックショットはあれか、横にしかできねえのか。で上に上がってフックショット、フックショット。キックで壊して、上に何もないかい。あ、フックショット、フックショット、あ、違う、ウォールジャンプ。すごタウナすごすぎね。なんかダイヤあるけど、これは全然秘密じゃねえような気がすんな。これ上もいけそうだけど、とりあえずトゲトゲが出てくるから、てい。あ、何やられた。今の何だったんだ一応ダイヤは取った扱いになってると思うんで、てい。あいつは踏むしか倒す方法ないんか。いたやばい、2です。よいしょ。ちょっと気を抜いてるなと。両脇行ってから、よいしょ、てい、てい。あっちはオッケー、なんか破壊した。あ、これで下に足場というかあれができるのか。よいしょ。アクアク取って、これは上のロープ切ればなんかあんのかな。それとも落っこってくるか。いるね。よいしょ、キックで上登って、登って。あ、やっぱなんかあるな、これ切れそう。あ、でもいけねえな、待ってね。よいしょ、てい、てい。効かない、踏むしかない。とりあえずじゃあもう進んじゃいますよ。ロープを通過あって、よいしょ。あれも壊せんだろ、手前ね。チェックポイント。危な、危な、危な、危な
危なっかしいね。あっち側の何竜てい、よいしょ。で、おう、ロープが早い、ロープ早い。待ってね、あれあっちってどうすんだろう。あー、なんかあっち側の箱をどうやって取るのかわかんねえな。飛んでいきます。で、避けてダウンさせて蹴って、よいしょ。え、あの奥の箱どうやって飛んだろう。フックショットでいける距離とも思えねえけど。なんだ今のは、何だったんだ。踏めなかったけど、よいしょ。てい、結局3デス以上しちゃってんだけどな。無視して行った方がいいのか。待って、一回上行ってみよう。あ、何もねえな。よいしょ、ちょっと越えて踏んでみよう。よし、オッケー。で、手前でこれどこ、あ、フックショット右側にあったわ。奥行きをちゃんと見てなかった。よいしょよいしょ、てい、ター。ちょっと私の鬼門はここだけど、先に越えて、敵を倒す必要はねえだろ。で、えいや、危険だな。よいしょ、下がります。じゃあ進んでいきますよ。チェックポイント、え、これあっち、あ、副ショットか。急にヤッホーはいいんだけど、これ沈まねえよな。あのドクロマークがやばいな。これは沈む、沈むんだけど、あの奥の宝箱、宝箱じゃない、木箱を取りたい。ここから届かねえもんな。ちゃんと様子見してから行こう。次サメが飛んできて、よいしょ。なんでなんか今動き止まったけど、ここで壊せんのか。よいしょ、ちょっと二段ジャンプでどうにかなるタイミングじゃないんだね、あの赤いとこは。よいしょよいしょ。ここのサメだけ注意だな。よいしょ、 OK。 で、箱破壊して、ここはだから急いでいくしかないんだと思われる。よいしょ、 OK。 チェックポイントねえのきついな。ここは、あ、浮いたり消えたり、よいしょ。ちょっと嫌だ、あいつ嫌だ。待ってね、よいしょ。で、壁蹴りして、よしよいしょ。まだチェックポイントじゃないのか、怖いからちょっと無視していこう。ちょっとやめて、お前やめろ。よいしょ、ここ大丈夫大丈夫。こいつが怖いけど無視していく。 TNT ポイント、上に何かあるわけじゃない。 OK。 で、あ、でもなんか上にあるな。あ、上に行くのか。箱がありますよ、届く。よし、はい、チェックポイント、キック。で、こいつを倒すのは、えいえいえいやー。あれ、で、奥行き的に、え、これどうすんだろう。待ってね、うわ、これむずっ。あっち壊せなかったしょうがない。よいしょ、あ、届くね今のは。ジャンプして、てい、ちょっと左側の箱壊せなかったけど、なんか金色のリンゴあったとこ。これは右に行っていいのね。いいのかい、これ。これはジャンプだな。ちょっと待ってねなんか今フックショットマーク出なかったかな。こっからか、キック。結構これ集中力っていうか精神力持ってかれんな。で、これじゃあもう一回頑張る。多分なんかやられそうな気がするんだけどな。あれを壊して、よし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 よっしゃ。で、これは
ロープに乗ってよいしょ、ジャンプしてで降りるでしょ。降りてこの先なんだよな。これで壊してて、いや見つけたわ、見つけた、あ、行った行った、よいしょ。あれでも残り1個だった箱。ステージクリア。いや惜しかったな。じゃあある意味で続けますよ。お、助けたな。ありがとう。で、タウナ？でも別人みたい。あ、別の次元のタウナね。あ、別の次元か。そういうこと。みんな会えて嬉しい。久しぶりだね。そっちの次元でも会ってなかったの？まあ、うん、そんなとこね。私たち死んじゃったとか。まさか、いやだ、違うって、そんなわけないわ。で、そっちの次元はどう？おっと、死んじゃってんのか。いつも通り。悪い奴らが全次元を征服しようとしてる。うん？何探してるの？パワーストーン？体イヤ？マスクよ。そうなの。ま、頑張ってね。え？来ないの？悪いね、一人がいいの。でもできるだけ協力するよ。まあもうしてるんだけどね。確かに協力してもらってっけどね。これココがいないと話進まなかったよね。多分あのクラッシュ会話っていうのはなんかあんまりできないっぽいんで。まあ実は話せるけど話さないだけなのかもしんないけどね。ではやっとラストステージ、例のマスクがあるところだね。おっと、なんかクラーケンみたいなの出てっけど、あ、タウナ、あ、タウナのステージか。タウナにも目的があるらしい。タウナのタイムラインをプレイしてクラッシュとココがどうやってタウナと出会ったか見てみよう。タイムラインだから、これ下ビデオの研究所だよね。私ビデオでも撮ってねえからな。あ、でもここはここであんのか。なんか、まあ、ビデオとかはちょっと動画外でねやっていきたいと思いますんで。これは暴走トラックだ。あー、ここやるとここにもタウナはいたんだきっと。まあでも今回はね、あくまでストーリー優先でやっていきたいと思いますんで、じゃあ行ってみましょう。波乗りジェットサーフィン、クラッシュにしとくね。パッパララーンと OK。 さあ本当にこのステージでお面を助けることができるんでしょうか。なんか名前忘れちゃったな。なんか赤とかって言ってたような気がするんだけど、ここは多分強制スクロールステージじゃないかな。そんな気がする。あ、違う、普通のステージになってる。あ、じゃあボスはまだっぽいな。か、普通にマジでステージで終わんのかな。いや、タウナだとなんかすげえ楽そうだったんだけどね。よし、これは普通に無視していいのか。よいしょ、てい、ロープ、よいしょ。これはスライディングの方がいいのかな。よいしょ、で気をつけて、あ、これ上にも火出てんのかよ、危ない。避けてスライディングして、危ない。なんだあいつ、魚食べてる。よいしょ、危ないけどこれは飛ぶタイミングが重要ね。よいしょ、この先チェックポイントだけど、あれに当たるわけにはいかないな。ゴロゴロ転がってるやつ。よし、まあ普通にタイミングずらしゃいけんだろ。よいしょ、 OK。 ネズミさんごめんね、チェックポイントを先に壊して火に気をつけて、よいしょ、破壊します。あ、出た、サーフィン。サーフィンは四角か R2 でブースト。 OK。 あ、ちょっと箱むず、これ操作感がすごい難しい。 OK。 なんかビデオ光ってんな、撮った。ちょっと箱を壊しきれなかったから悔しい部分はあるけど、まあ、ボーナスステージ行って
これはまずニトロを破壊していいのか、それとも上を破壊してからの方がいいかな。とうとうとう、逃げろ。よし、できたな。であの箱気をつけて壊して、ニトロ、ちょやばあやべ、これてい、まあなんとか間に合ったね。あ、これも箱だった。たやたていやとていや、ナイス、オッケー。では戻りまして、戻ってからなんかチェックボックス壊した方が良かったのかな、これ。でもここはチェック入ってる扱いじゃねえのかな。なんか下になんかあるな、足場。あ、これ足場、足場行っちゃうのか。早く行かないと。お、マジか。箱壊してる場合じゃねえじゃん。ちょっと待ってね。あ、痛い。いや、見えなかった。あ、これボーナスステージ行ってない状態だよね。あ、大丈夫だ。ボーナスステージはボーナスステージでちゃんとチェックポイント入るのか。先に先に動いてた方がいいな、これは。しゃがみを使わないといけないかもしれないね、場合によっては。よいしょ、しゃがんで、よいしょ、 OK、 チェックポイント。上行って、あだしゃがんで、あれ、なんでチェック入ってたんだろう。よいしょよいしょ、じゃあ待って、やべ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 、今のは偶然だったな。よいしょ、ちょっと待って、あ、あれ3つ壊すのどうすんだろうな。よいしょ、開く開く、よいしょよいしょ、破壊してニトロ気をつけて、いや先見てる余裕ないんだよね。で上に行って、よいしょ、ごめん、無理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 、いや、アクアクいねえとこれ無理だな。よいしょ、なんだ、何の音、これ無理。奥にクラーケンみたいにいた。よいしょ、これで到着。ごめん、めっちゃ箱無視してっけど。でこれ破壊して、首長、あ、またライダーですね。ライダーブースト、これはだからぶつかっちゃうとアウトなんだよね、確か。違うんだっけ。こうやって回転してれば時間は潰せるけど、あお、嫌いだった危ねえ、い、あ、やっちまったこれ集中力切れてる証ですからね。もう一回首伸ばしたら近づいてスピンアタックで、あ、難しいな。あ、でも止まれんのか、これ。よいしょ、なんかずーっと動いてないといけないのかと思ったけど止まれるね。まあ制限時間もねえし焦ることはねえのか。じゃあここで、よいしょ、危ない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 、ブーストかけて、ちょっと箱取り逃した。でチェックポイントね、ここでカラーダイヤか。お、なんだ、あー、これは例のステージですね。サメがうろうろしてますけど、いた、ここにいんのかい、軸が見えないじゃあ注意して渡りましょうと。よいしょ、箱を壊しつつだな。上に何かあんのか、これ。あった、これは。じゃあ破壊して、破壊して、箱を破壊して、おっと、やっちまった。ハテナボックスもあるな。ここは相当デスしていきますね、私。よいしょ、破壊して、上に飛んで2つぐらいあったんでね。で降りて破壊で、ちょっと待ってね、壊して壊して乗れるのか。よし、でアクアクがあって魚投げてきて、もうすでにアクアクを使うという。
で、ここも気をつけないといけなくって、おっとっと、危ねえ。避けて、倒して、あれは TNT か。TNT を踏んで、投げてくるでしょ。倒して、上には何もないね。よいしょ。じゃあ普通に TNT を踏んでちょっと離れて、これはジャンプして、よいしょ、破壊、あ、しまった、よいしょ、よいしょ、いてやばいな、ちょっと何も考えないで進んでる感あるわ。よいしょ、先に進んで、結構さ、戻し下げも時間かかんな。よし、壊した、破壊、破壊して、破壊して、じゃあいきますよ、よいしょ、で持って、破壊して、でアクアク取って、ここで死なないようにだな、アクアクが大事だ。箱は壊れたな。じゃあ注意していきますか。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。破壊して、あ、そうだ。よいしょ。ここが毎度。危ない。結構誘導かけてきやがるな、あいつら。壊して、こっちだよ。よいしょ。この先だな、結構怖かったのは。爆発して、ちょっと待ってね。一回落ち着いた方がいいんだな。あ、でもそっか、この木のとこは落ち着け、あ、木のとこは止まってんだっけ。ちょっと待ってね。あ、ここは落ちねえのか。じゃあ一回ここでちょっと落ち着いて、破壊して、よし、 OK、 これならなんとかなってる。で TNT 踏んで、やっとチェックポイント、赤いで、先に進むんですが、おお、あいつら私のことを追尾してくんのか。あ、やべ、やっちまった、赤くん、ちょ待って、撃つな、よいしょ、ブースト、こっちだな、あう手前すぎた。破壊して、待ってね、ちょっと集中していかないと。おいでおいで、様子見ですね。もう今アクアクねえから、あ、危ねえ、撃ったら行って、これターンが結構むずいんだよね。で今だ今だ、今行って飛んで、こっちこっち、なんでこいつら、こいつら危ねえ、行っちゃうか。ちょっと一回ここで止まって、よし、 OK、 避けてブースト、爆発、こっちだよ、こっち、ふっ、あ、ダメだ、いや戻されるねちょっときついかもしれないな、こいつはいいんだけど。これで先に進みます、ちょっと様子見ます、行きます、ちょ待って、よいしょ、でここちょっと一回止まっといて、で飛んで、であいつら来るでしょ、あいつら来るから、あ、当たんなかった、あー結構難しいんだよこれ、あの多分見てるとそんなに分かんないと思うんですけど、思ったよりね、あの歓声が乗るというか、なんかこの当たらないだろうなって思うんだけど、こうお尻振った時にボコって当たったりするマシンの。行こう、でこれで、まあまあまだ慣れてないだけって考えればいいでしょう。よいしょ、こっちこっち、あ、こいつ当たんねえか、なんでこいつら当たんねえんだろうな。ブーストをかける、
よし、いけるいけるいけるよいけるよいけるが、よいしょ。でブーストをかけて、これは当たるだろう。よし、 OK。 で私は当たらない、ダメすごいデス数やべえな。集中って言いたいけど、もう集中してんだけどな。結構いくよ、もう今回こそはクリアするよ。一回ちょっと待ってって、危ねえ止まんなかった。ブレーキボタンがないんだよね多分これ。あー危ねえ危ねえ。そうだ、罰もブーストかよ。あれ四角じゃなかった、ブーストって。四角と R2 とか。罰もブーストかよ。よいしょ、あ取れなかったし取れへんかった取れへんかった。ここは意外と大丈夫なんだけど、結局いろいろ取り逃しちゃうんだよな。で待って、ここは今、よしよし、 OK、 タイミングバッチリ、いいんじゃない。これならばよし。でちょっと横ずれて、ちょっと避けて、 OK。 おー危ね、はいゴール。サメ注意マーク、あボスじゃねえよなこれ。なんだこれ、おーおーおーおお、あーボスっぽい。これどうすればいいんだろうね。アタックできねえだろ。あなんか出てきた、あ当てるんだこいつらを。あ爆弾持ってんのか、あのこの敵は。避けて、だから私も気をつけないといけないんだけど、当たんないのか。よし当たれ当たれ、避けて、おーおーおーおお、マジか、一匹避けて、こっちこっちこっち、うーこっち来いこっち、これで終わりでしょ。よし OK。なんでこういうとこは一発でいけんだろうな。まあそんな難しくもねえのか。 OK ゴール。さあこれで仮面のところまででも来たんじゃない。無口な兄貴っていうトロフィーゲットしました。 OK じゃあ続けます。お鎮座してますね。赤のダークマターそのものだ。おいクラッシュ、どういうこと。ダークマター足が、およしよし目が覚めたな。オッケー、これで残りのマスクは2つだ。いいの、よし落ち着いたよ。これまでのパニックレベルを10とすると今は 9.78。 そうだ、バンディクたちと助けに来たんだ。バンディクかわいいあんま喋らないけどいいやつさ。そうだね、あんまり喋んないけど結構頑固そうだね。よしクリアしました。じゃあ次だね、多分今度またボスステージがあって、マスクがまた飛んでって新しいエリア出てっていう流れが続いていくんでしょうな。はい新しいステージ、なんか面白そうだな。また和風かなこれは。ちょっと見てみようね。あでもなんかボスっぽい見た目のやつがいねえな。ここは修行の始まりだって。おおなんか新しい技、まあ覚えることはねえだろうけど。はいというわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回ねここからまたやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。